はい、どうなんじゃーす。今日は2022年12月20日、夜11時1分に撮影してます。本当はね、鑑定動画を投稿しようと思ったんですけども、ちょっとその前にね、僕の元に、結構、重たい念が飛んできてて、そう、どうしたのかなと、いうぐらいね、僕のやる気がそがれるほどの重たい念なんですよ。そう、これはもう原因がわかってるんだけども、すごくね、寂しいという念で、もうすぐクリスマスということもあるから、ね、きっとうわー寂しいみたいな、そういうやつですよ。うん、そうだからね、まあ、僕にできることをとりあえず何かして差し上げようかなということでね、一つ動画、特動画を撮ってるんですけども、まずね、大丈夫、みんな寂しい、うん、寂しいと思うことはね、誰しもが思うことだし、そう、暇を持て余してる時っていうのは特にね、寂しいと感じることはよくあることで、そう、ただ何かに没頭してたり、そうだね、夢中になってる時っていうのはそう感じないんだけども、特に何も引っかからない時、何かしようとした時に何かこのやる気が持ってかれたりする時っていうのはやっぱりね、その感情があって、で、そう、僕の場合はね、その念として受け取るので、誰かがそれを送りつけてきてるところがあって、そう、僕の場合はいつもそうなんだよ。一人でいるっていうよりも何かがいつも飛んできて、それをいつも受け取ってるので、ああそういうことかみたいな、なんか届いたなみたいな、そう、そういうことが毎回なので、形 としてね、物として届くものとは違うので、気持ちとして、生き量として、本当にドーンと重たいものが飛んでくるときは、うん、一人でどうすることもできなかったり、本当はね、誰かと一緒にいることで解決できたりするんだけども、まああまりにもかかり合いがなかったりとか、自分は誰からも必要じゃないんじゃないかと思ったりね、そういうふうに思い込んでしまうとね、ちょっと、精神的に病んでしまうこともあると思うので、そう、自分で自分が大切なんだって思うにしても、それもね、限界があるし、そう。で、やっぱりそう思うのは暇だから、うん、なんだよね。そう。だから、一番いいのは寝ることが一番良くて、寝てるときはね、特に、そういったことを考えなくてもいいんだけども、思い込みすぎて寝れないパターンもあるから、そう、不安で寝れないみたいな、そう、そう、寝るときってなんか知んないけど、安心しないと寝れないよね。そう、それはよくわかる。で、なんか安心を求めて僕のところに来るっていうのもよくわかるんだけども、まあ、僕はして差し上げられるのは、とにかくね、みんな誰しもが不安と思う生き物なので、そう、僕も寂しいなと思うこともあるし、不安だなと思うこともあるんだけども、まあそういうときはね、とにかく何かに没頭してたりするとね、気が紛れたりするから、うん、なんか今日一日僕がね、やる気が出なかったんだよね。そう、ずーっと感じてるものとしてね、寂しいっていう念が飛んできてるなっていうので、そう、でも鑑定動画やろうとしてた時だったから、でもね、できないんだよ。それを解決しないと。まず一つそこを、きっとね、解決しないと次に進めないなっていうことで。そう。だからね、あと先延ばしにするっていうのはあまり良くないなと思ったんで、まあ、感じてることをそのまま解決していきながらね、鑑定動画、またね、すぐやっていこうと思うんですけども。とにかく、大丈夫。
そう、一人のようで一人じゃないし、みんな、そう。まあ、連絡取ってなくてもね、心で繋がってたりするから、ただ、直接会話しないと寂しいなって思うことは、もちろんあると思うんだけども、そう、少しでもね、気持ちの落ち着かせて、うん。そう。まあ、みんなね、同じことを結構考えてたりするから、寂しいなーって思ってたら結構みんなも寂しいなーって思ってたりするから、そう、そんなもんだから、そう。一番はね、話したりできればいいんだけども、なかなかね、まあ、相手の都合だったりもあるって、そう、難しいんだけども、うん。でも、ね、誰からも必要とされてないんだって思い込むこと自体がね、なんか、寂しくない。そう。そんなことないよって思いたいから、そう。いや、そんなことはない。みんな、僕のことが、みんな、私のことが必要なんだって思った方が、良くない、うん、そう思ってね、気持ちを前向きにしていってほしいなと。だどうしてもね、ネガティブになるときは、一人でうだうだする時間も必要だと思うので、はい。でも大丈夫。みんな、そういう気持ちを持ってね、生きてるので、そう。ただそう思うのは暇だから、そう。で、やる気をね、出してね、何かやらなきゃいけないと思うときは、うん。やっぱり、何かね、引っかかってる部分を解決してあげないといけないのかなと思ったんだ。僕はとりあえず、僕に向かってくる念と向き合うためにね、今回ちょっとトーク動画を撮りました。はい。ということで、少しでも、不安な気持ちが取り除けたらいいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。